なと思ってますね。いいですね。はい、はい、じゃあニュースいっちゃって大丈夫でしょうか。大丈夫ですかね。はい、はい、では今日も海外のゲームニュースをお届けしていきましょう。一つ目お願いいたします。いや、はい、一つ目、お口の中を探検。さあ、これどういったニュースなんでしょうか。お口の中を探検、まずちょっとタイトルがいいですね。そうですね、虫歯菌なんですか。なんか感じてません、あれ感じてますね。先週まで感じてなかったですよね。あれ違いました。先週は、先週まで広がって、先週もありました、先週もありました。あ、感じあった、はい、そうだ、ごめんなさい、忘れてた。いや、感じあるんだ、この本当は、まあ、本当って思う、はい、一応ありますね、はい。これはやだー、思ってたのと違うんですけど、なんか怖いんだけど、これ結構怖いですね。怖い、これは、え、これゲームですか。ゲームというか、はい、この開発者が、はい、ゲームで何だろうね、これ指示ですよ、アーティスト、アーティストなんですよね、はい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 、自分の顔とか体をアートにしたいっていう気持ちであ、はい、デモを開発しました、はい。でただの顔だけだったらちょっとつまらないなっていう。いや、つまらないくないですよ、もうこれでいいですよ怖いですこれ気持ちもあったんですけど、ちょっとタイトルを思い出してください。顔だけではなく、お口の中を探検ですね。お口の中、嘘でしょ、これ入るんですか。入っちゃうんですよこれは、いやー、これやだな。怖い怖い怖い。え、なんか下長すぎですよ、これリアルすぎるな。そう、リアルで、あ、実写って間違えるほどですね。そうですよね、あの、そのまんま自分の顔とか体のパーツをいろいろスキャンしてそのまんま再現してます、はい。あ、へえ。じゃあもうほぼほぼ実写っていうレベルですね。でも実写でも多分、はい、うん、この中となるとちょっと分からないんですけど、あ、面白い。自分が一応ステージになってるんだ。そう、自分はこの喉の中とか、はい、お腹の中はこんなことが起きてるんじゃないかなみたいな想像力も入って中は作ってるらしいんですよね。面白い。でもデモだけだったらちょっとつまらないなっていうことで、はい、一応敵も出てくる。あ、敵も出てくるんだ。敵もいるんですね。これ何の敵だ、金かな。敵は金は多分いろいろあると思うんですけど、はい、なんだ、お腹の方に行ってるんですよ。あ、はい、口から吐いてお腹の方に、はいはいはい、っている感じで、なるほど。あ、いたいたいた、これですか。敵っぽい、敵っぽい。これ敵ですか。敵っぽい。なんか血を出して、これよくわかんないですね。そうですよね。敵でもないって感じですかね。浮いてるなんか生命体。なんかすごい変な、はい、イーカマラの世界に入っちゃったような気感じがしますよね。寄生虫みたいな。今これどこなんですかね。これはどこら辺なんだろうね。まだ食堂とかですかね。入り口じゃないですか。まだまだ入り口近いと思うんですよね。はいはい、そうですね。俺でも人体の構造あんまよくわかんないな、うん、え、口から食道入って胃になって腸になってって感じですか。うーん、多分多分多分ちょっとよくわかんないですよね。詳しい方いらっしゃったら、はい、あれでも腎臓とか肝臓とかどこ行ったんだろう、うん、はいはいはい、もうそこら辺とか混ざってるんじゃないですか。ああ、なんかなんとなくなんとなくって感じですかね。で、これなんかラスボスとかそういうものあるんですか。ラスボスって一体かどうかはちょっとわかんないんですけど、うん、はい、ここですね、何これ、何これ、気持ち悪い。これは、はい、多分ご覧の通り、はい、うんちです戦ってるうんちです。あー、なるほど、敵はこれなんですね。持ってる、はい、これは敵です。なるほどなるほど、ちょっとアーティストっぽい。あの、先ほどリスナーの方にご飯食べてらっしゃる方いらっしゃったけど、はい、大丈夫ですか。申し訳ないですね。まあ、そうですね、まあ、人間 の根幹の部分ではありますから、はい、そこを否定しちゃいけませんからね。そうですよね。覗いてる、覗いてる、ね、ちょっと気持ち悪い。そうそう、アーティストっぽいとかも、ね、いやいやいや、嫌ですよ、ね、ゆうこさん、そんなこと言うなら俺もじゃあうんこのシーンずっとやりますよ、ちょっと。え、やめてくださいよ、ちょっと。嫌ですね、嫌ですよね、嫌ですよね、っていうニュースが先週ありました。これはそのゲームとして発売されるんですか、それともこのデモンストレーションのみ。のデモだけだと思うんですけど、はい、ゲームとしてはリリースされるかどうかはちょっとわかんないです。まあ、300円ぐらいならっていう感じですかね。300円でも買っちゃう。いや、俺はでもちょっと、でも、うん、気になります、敵はどうなるのか。これなんか VR とかだったら、VR やばい、VR 面白いですね。面白いかもしれないですね。面白いですね、確かに。いや、でどこで買えるんですか。買えるかどうか、まだちょっと分かんないですけど、はい、こういうムービーがあるだけですよね。そうなんですよね、うん、ちょっと気持ち悪いのが、はい、中に入ると、はい、その開発者の
声がずっと聞こえるっていう。みたいな、わざわざみたいな。実際そのなんかこう体内に自分の声って聞こえてるんですかね。聞こえてるか。それは多分聞こえてるでしょ。響いてるでしょ。そうですよね。相当ベースかかってそうです。そうですね、はい。ちょっと入ってみたいですね。はい、でも胃に入った段階でもう。でもそうこういうのキングダムハーツとかになかったっけ？なんかの中に入るやつ。なんかあれですね。クジラの中に入りますね。それだ、はい。それはピノキオ。ピノキオですね。ピノキオだ、はい。はいはいはい。なんかゼルダにもありましたよ。クジラの中に入るし、ありましたよね。ありますよね。サガ2とかありましたね。時のオカリナでした、うん。はいはいはい、ありますよね。こういうゲームシーンとかあるんだけど、こんなグロいのは初めてかもしれないですね。うん、リアル、リアルって言ったらリアルかもしれないですけど、リアル、すごいリアルではないかもしれないですね。っていうのは、すごいアートだな。なんか金の、金の何ですか？金のパワーアップ的な感じだったんですよ。わかんないです。はいはいそうジャブジャブだったんですね。あ、そうです、はい、ジャブジャブ様、ジャブジャブ様懐かしい、懐かしいですね、はい、これ面白いですねっていうのがありました。はい、じゃああれはあの制作者の人はその先まで進むことができる、多分できると思います。あの元々は本当にその自分の思っているデモ、はい、自分の中はこんな感じだと思ってるからデモを作っちゃおうっていうことだったんですけど、結構評判良かったからどこまで作れるかっていう、多分自分へのチャレンジで作ってると思うんですよね。すごい海外の方って面白いですね。面白い、なんかもうなんかアーティストとして、うん、だからその日本人とかでも思いつくことはあるんですけど、はい、実際動く人が少ないイメージがある中で、海外の人っていうのは情熱がすごいから、うん、はい、作っちゃうんですよね本当に、うん、っていうのがなんか分からないだけかもしれないですよ。結構あの明日もこの英語版のデッキワールドみたいなのやってるんですけど、はいはい、結構面白いニュースも紹介してますよ、頑張って見つけて。うーん、結構意外とあるかもしれないです。あ、そうですね、はい、知らないだけで。